月の満ち欠けのサイクルのアニメーション。北欧神話におけるヒューキとビルは天を横切る月の擬人家であるマーニに従う子供の兄弟である。彼らは13世紀にスノッリストルルソンが書いたスノッリのッタにのみ認められる。学説では二人を取り巻く特性から彼らが月のクレーターあるいは月章を体現している可能性があり、ゲルマン系のヨーロッパの民間伝承に関連すると している。ビルはヨーロッパのドイツ語圏に伝わる民間伝承に認められる農業に関連する存在のビルビスと同一視されている。三分のエッターのギュルビタブラカシ11章でビズフィンルを父とするヒューキとビルという名の二人の子供たちが高い地位へ置かれた。彼ら二人はビュルギルの泉から歩いてきたが、二人はセーグという桶をシームルという天秤棒で運んでいた。 マーニは彼らを地上から取り上げ、彼らは今や天をマーニに付き従っており、それは地上からも見ることができる。休気についてはここ以外では述べられないが、ビルについての記述は認められる。ギルビタブラカシの35章には、北欧神話の女神の一覧の終わりに、太陽を象徴化したソウルと共に、ビルがすでにその性質については述べたものとして記載される。ビルは、 三分のエッタの守護法には2回登場する。七十五章の女神の一覧の中に含まれ、四十七章の女性を刺すけ人群の中に彼女の名前が登場する。19世紀に描かれたヨーロッパのゲルマン語圏に伝わる民間伝承のガツの男、ヒューキとビルの二人について、スノーリの三分のエッタ以外には認められないため、彼らは神話においてあまり重要ではないか。 完全に、スノッリが創作したものではないかと、示唆されてきた。1945年に、アンネ・ホルツマルクは、スノッリが月の満ち欠けの象徴であるヒューキとビルの、こんにちは失われた死の出典を知っていたか、あるいは入手したと推測している。さらにホルツマルクは、ビルがディースだったのではないかと推理している。研究者たちは、ヒューキとビルを月の満ち欠けもしくはクレーターを含め、 月の活動状況を意味するのかもしれないと理論づけた。19世紀の研究家、ヤーコプグリムは、ーキとビルを月の満ち欠けの象徴であるとする説を、りぞけ、むしろ地球から見えるクレーターを表したものであるとした。ガツの満ち欠けは、姿が単純であることを論拠に、満ち欠けで桶を肩に担いだ二人の子供を想起する、ことはできない。とし、さらに、今日も、スウェーデンの人々は、 大きな桶を竿にかけて担いでいる二人の人物を月に見ているのだとしている。最も興味深いことは、異教徒の空想の産物である月への誘拐が、スカンディナビアを除く、ゲルマン五軒全体に流行したとまではいかなくとも、それ自体がキリスト教に適合して発展したということである。それらの物語では、月の男は、滝木泥棒で神聖な安息日の礼拝の時間に、 森へ侵入したため罰として月へ飛ばされた。その物語では斧を背負って縛った袖を持つ彼の姿が見えるだろうとしている。十分明らかなように、異教徒の物語では水を運ぶ、天秤棒だったものが斧の柄になり、桶は棘のある袖になったが、窃盗の概念はそのまま残り、キリスト教の安息美を守ることがより強調されている。 男は焚き木を切った代償には見合わない罰に苦しめられるが、それは彼が焚き木を集めたのが日曜日だったからなのである。グリムは、さらに彼が執筆した当時のドイツの民間伝承から例を挙げ、ドイツ語で満月を意味する、ウェイドルと枝、とりわけモミの小枝を縛って束にする仕事を指すウェイデルンという方言の間に潜在的な関係と、 満月の夜に木を切る習慣について注記している。ベンジャミン・ソープも、ヒューキとビルが月のクレーターの象徴であるとする説に賛同している。リドルフ・ジメックは、彼らが世に知られていないのは、スノッリがヒューキとビルの物語を民間伝承から導き出したことを示しているのではないかと述べる。そして、月の男という様式の物語は、スカンディナビアやイギリス、 そしてドイツ北部に伝わる近代の民間伝承にも見られる。ジャックとジルはヒューキとビルとつながると提案されている。アイスランドの三分にエッタのヒューキとビルとイギリスの同様のジャックとジルの物語では、いずれも男女二人の子供が手桶けに水を汲みに行く。そして二組の男女の名前に音声学上の類似が認められる。 これらの要素は二つをつなぐ学説を生じさせ、そしてこの概念は19世紀から20世紀の子供向けの教科書に登場し、影響を与えた。伝統的な形式では、一家のように因を踏んでいる。ビルビスという名のものは、13世紀以降ヨーロッパのゲルマン語圏の様々な場所で存在が確認されている。学者のレアンダー・ペツォルトは、ビルビスが女神から派生したもので、エルフ的。 ドワーフ的な側面と人や牛を矢でいって麻痺させる能力を身につけたと記述する。ペツォルトはそれがどのように発達したかさらにさらに述べる。13世紀の間にビルビスは次第に超常的な力の化身とみなされなくなっていき悪意ある人間、魔女と同一に扱われるようになった。その後中世の終わり頃に対頭した魔女狩りによりビルビスは悪魔化された。 彼女は魔女と魔法使いのための悪魔の決心となった。最後の発達は16世紀に入ってからであるが、特にドイツ北東部では、ビルビスは富をもたらす穀物のせいと考えられていた。しかし後に、ビルビスはビルビスの鎌で有害な側面を権限し、刈り取られていない穀物の作物列の中に、形成される不可解な模様はビルビスのせいにされた。穀物を切るものは、 足に固定された鎌で国葬を切り倒す魔法使い鎌女で彼は基本的に悪意のある作物の生徒される。このようにビルビスは非常に多様な性質を持ち中世を通じてすべてのゲルマン語圏で様々な外見と意味を担っている。ビルビスはすべての民間伝承において大変奇妙で不可解な存在の一つであった。その形態は農耕文化における 懸念の現れであり、穀物畑に上植えされた作物が切り倒されている不気味な様を説明する役に立った。イギリスの林家シャーにあるビルスビー村は、ビルにちなんで名付けられたのではないかと言われている。翻訳元翻訳。ありがとうございます。